じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。河野さんとはですね、最初の出会いっていうのは確かジョージタウンを卒業して、僕がゼロックスにいた頃、フジゼロックスにいた頃、はい、あれ早藤さんか誰かな、井口春夫さんか、はいですね。はい、そんな感じで最初、ちょうど、まあ、社会人になりたての頃にお会いして以来の付き合いでございます、はい、今日はありがとうございます。よろしくお願いします。まあその頃のですね、いろんな話があるんですが、まあ、その最初お会いした時にですね、今ちょうど勉強会みたいなことを、本当の勉強会をやっていたんですが、まあまだカラオケがね、日本に確かあんまり入ってない頃で。そんな頃だっけ。バンドのですね、バックで、テレビ東京にいた人なんかと一緒に歌を歌って以来の付き合いになりますが、まあ、多分そのカラオケの腕は私の方がうまかったんじゃないかなというふうに、ごめんなさい、ここは争いがあるそこは揉めてますねで、まあ実はたまたまなんかある会にですね、何人か女性が足りないということでお誘いした中に、今の奥さんがいらっしゃるということでいいんですかね。そこはいろいろございますということで、それ以来のお付き合いですから、まあ、1988年ぐらいからですかね、87年。そうですね、86年の12月に僕が卒業して戻ってきたんで、はい、多分87、8年だったと思いますね。で、実際に、もちろんまだ政治の世界に入ってなかったんですが、その後10年ぐらい経って1996年に、最初の衆議院の小選挙区の選挙があります、はい、その時、河野さんは自民党で出られて、私は、新進党という政党があって、はい、そこの候補者の候補で選挙に出たんですが、まあ最初の選挙に 出た時は河野さんが初当選されて、うん、私はその時はダメだったんですが、98年に、新進党がなくなった後、民主党で、うん、参議院の選挙に出て、まあ、そこで、国会で同じ国会の場で仕事をするようになったというお付き合いでございまして、まあ、政界に最初に出た時のことでいうと、まあ、いろんな活動してましたけれども、北朝鮮の入港禁止、船の入港禁止法案、これをご一緒させていただいたと思うんですが、まあ、きっかけとしてはですね、たまたま今群馬県知事になってます山本一太さんと一緒に、はい、北朝鮮の反潜水艇というようなものが、うんうんうん、撃沈されたというところ で、それを引き上げてみたらいろんな日本製の製品が使われてたと、うんうん、これはまあ本当にその止めなきゃいかんと、まあ、調べてみたらお金も随分いってるぞということで、うん、送金停止の法案なんかを作ってたですが、まあ、当時も私まだ民主党にいましたので、自民党民主党それぞれ法案取りまとめが大変だったと思いますが、あの時は一田さんとケイちゃんでどっか論文を書いて出したんだよね。そうですね、あれは文芸春秋、それで自民党の中はその後菅さん、山本一太さん、私、それから水野さん、その辺で集まって法案議員立法をやろうと言って、そこに安倍晋三さんが投資をしてくれて自民党をまとめて、それで与野党でっていうことに多分なって、で民主党が浅尾圭一郎さん以下まとめてくれたっていうことだったと思います。この時の自民党側の大変さってはどんなところでしたか。
僕らはやった方がいいと言ったんだけども、結構自民党の中でいやいやという人もいたんですよね。だけど、あれ安倍晋三さんが出てきて、これはやっぱりやるべきだと言ってくださって、それで勢いがついて、菅さん、山本石田さん先頭に法案出そうということになりましたね。結構論文書いたのは99年で、確か外為法の改正が実際にできた2003年だから、2005年ぐらいタイミングだったんじゃないかと思いますので、結構時間がかかったかなという気はしてますけれども、まあ、なんとか通ってよかったなという。あれがなかったらね、今どういう状況になったかっていうのを考えると非常に良かったと思いますね。で、まあ、その後私は民主党でネクスト防衛大臣とかっていうのを言ったんですけども、はい、これをその後2009年政権が変わる選挙の時にですね、まあ、民主党を辞めて衆議院選挙で、だからあの時僕らはびっくりしたのは、もう自民党の支持率が一気に低下して、もう完全に政権交代になるよねっていう中で、おそらく浅尾圭一郎そのネクスト防衛大臣がそのまま民主党に残って選挙やってたら、これ間違いなく民主党政権で閣僚になってた。でそれは多分みんなそう思ってたんだと思うんですけども、それが分かってるのに、でしかも政権交代にもなりそうな世論調査のデータもあるのに、その意見が違うと言って離党して、あの時は無所属になったんだっけ。だからもう当然その次の大臣になるはずの人が離党して無所属で選挙やってるっていうのは我々から見てもびっくりしたし、その大臣ポストを蹴ってやっぱり無所属でやったっていうのは、あいつすげえなって思った人は多分政界にも世の中にもたくさんいたんじゃないかと思いますね。ちょっと驚きましたけど、なんか浅尾圭一郎心強いねっていう感じでしたね。まあ、民主党離党して無所属になって、最終的にみんなのと結党して、みんなのとで衆議院選挙戦ったんですけども、まあ、残って、防衛大臣になってたら多分最初に大臣を辞めたんじゃないかなと思います。つまりその、まあ、政策はちゃんとしなきゃいけないということで、民主党の外交安全保障政策の取りまとめまでは一応責任を持ってやったんですが、これなんていうかな、世の中の人が聞くと、まあ、違う意見を言う人もいるかもしれませんが、私はやっぱり安全保障っていうのは現実的に対応しなきゃいけないので、特に沖縄のことについては、まあ比較的はっきり言わない形で書いたんです、でところが、私がもう民主党を辞めた後ですけれども、当時鳩山民主党代表、まだ総理になる前に各党代表者討論会で、最低でも県外、できれば国外、これを公の約束の公約、まあ、せめて口約束の公約だと、公の約束の公約ですというふうに言ってしまったので、まあ、大混乱になって、まあ、その混乱が防衛大臣がやられたから横取りだというか、まあ、いまだに尾を引いてますよね。で政権取った後1年間鳩山さんが、それで頑張って、結局沖縄の知事選で、終わった後に、当時基地受け入れ派だった知事が、受け入れ反対に変わって、で勝った後よく勉強したら今の辺野古の地しかないというようなことを言ったということですから、だけど申し上げたように仮になってたとしてもそれはあれだと言って、まあ、そこのタイミングで大臣辞めた、まあ、そうしたらもしかしたら1年経たずに半年でよく勉強したって言ったかもしれませんまあそういう思いは強いと思うんですけど、まあでも本当にそこは芯があるねっていう評価だったと思いますし、その後みんなの党で頑張ってやはりしてましたけど、まあ浅尾圭一郎という政治家は本来自民党的な考え方の人で、
ぱり最初の選挙の時に出る選挙区がなくて結局野党の公募で野党に行っちゃった、あれをちょっと我慢しててくれれば自民党でこう行けたらもうちょっとこう平坦な道だったのかなっていう気がしますが、まあここで自民党でやれることになってよかったと正直思ってますし、やっぱりみんなの党も最後みんなの党を解散すると言った時にみんなの党に残っていたその政党の資金を、あれ普通はなんかこうみんなで配っちゃって分配しちゃったりなんなりってしちゃうのかもしれませんけど、あの時は浅尾慶一郎が頑張ってこれは解散するんだから国に返せと言ってなんか政党に残ってた金が国庫に返納されたっていうのはあれが初めてのケースだったと思いますが、そういう意味でもなんかこうクリーンな筋を通すっていう評価は高まったんじゃないかと思います。